八幡平市と地方創生に関する連携協定調印式を開式いたします。このような中、今回の連携協定を機に首都圏からの移住定住者の流れを推進し、人口の維持あるいは人口減少スピードの鈍化を図りたいなと。注意いたしました。ぜひ我が市といたしましても合併して12年になります。この12年でもうすでに5000名を超える人口減少をという事態に直面をいたしております。これは何も我々この町員を契機に、その意味を生かしながら頑張っていかなければならないものというふうに、まさにということが、ありましたら、それぞれですね、特にていけない、方々がここで暮らしていけないというような課題が、地域との体験ですとか交流ですとかそういったところで、今回たまたま4社で協定を結ばさせていただきましたけれども、今後は産官民学、それから医療介護、そして今日お見えになったそのメディアの方々、そういった人たちも取り込んで、明日に向けてのプラットフォームを作っていく。で、その中で、どうもありがとうございました。